イジー・カレル・ボルケルは、チェコスロバキアプロスチェオフ出身の詩人、ジャーナリスト。チェコスロバキア共産党の創立メンバーでありながら1920年代のプロレタリア史の先駆者として詩集、家へ来た客や、厳しい時間を発表するものの、結核のためわずか23歳で溶接した。ボルケルの生前に発表された詩集は、家へ来た客と、厳しい時間のに詩集だけであった。 裕福な銀行員の家庭に生まれ、高校を卒業後、プラハの大学で法律を専攻する一方で、チェコスロバキア共産党に入党した。生前に二つの詩集を発表するものの、結核により溶接。ボルケルの死後、詩集、三つの劇野道は、太陽を盗んだ百万長者の話や、煙突掃除婦の話などの優れた、児童文学作品が出版された。AB。 家への客などとも訳されている。AB、苦しい時間などとも訳されている。AB 万有百科大辞典1973、P597、ありがとうございます。